こんばんは、みのり薬店の大島です。多分この YouTube を見ていただいている方はダイエットという検索で引っかかったというか見ていただいているんではないでしょうかね。はい、ダイエットのお話です。うちの、僕はみのり薬店の大島と言います。よろしくお願いします。お店は大阪府吹田市にあります。お店は、そうですね、67年親父の代からやっている昭和25年だと思います。はい、漢方薬とか、健康食品もいろいろ置いているんですけども、うちの店はダイエットをメインにしています。他の YouTube、こっちかな、あたりに僕のいろいろ喋っているのは出てると思うんですけども、うちのダイエットは一番ええねん、うちのダイエットは一番ええねんって話になりますけども、今日はですね、太る習慣、痩せる習慣ということでですね、皆さんが、それが痩せる習慣、これが太る習慣なんやいう、ちょっとそのあたりを手短に話してみたいなと思います。まず太る習慣いきましょうか。はい、太る習慣、朝から晩にかけてこう言っていきますね。太る習慣、朝起きるのが遅い、朝ごはんを食べない、朝に体の冷えるものをよく好んで食べる、コーヒー、フルーツ、甘いもの。朝ごはん行きましたね。そして10時ごろに寝ている。お昼ごはん、コンビニ食など弁当が多い、外食が多い、急いでパッパッパッとちゃっちゃと食べる。単品が多いね。なんとか何々だけ、定食じゃなくてね、何々だけ、カツ丼だけ。3時ごろおやつを絶対食べる、結構食べる。それと、やはり間食が多い、晩ご飯を食べる時間が遅い、6時7時あたり。晩ご飯に糖質を取りすぎている。糖質っていうのはご飯とかパン、ケーキ、麺類あたりですね。お風呂に浸からない、これは夏でも冬でもです。そして寝る時間が遅い、遅くてもその日中でしょうかね。夜中に目が覚める、夜中に食べる。晩ご飯食べるときにお酒を飲むので、つい満腹感が分かりにくい。このあたりは太りやすい生活になってくると思います。逆に痩せやすい習慣、はい、朝からいきましょう。痩せやすい習慣、朝ごはんを食べる、はい、体の温まるものを食べる。10時頃にはしっかり起きて、体を動かしている、仕事をしている。お昼ご飯は手作りのものが多い。痩せる習慣ですよ。お昼ご飯を食べて3時ごろにお腹が空いている。コンビニでは買うけども、幕の内弁当みたいなやつを買う。3時のおやつは食べたり食べなかったりする、食べないのが一番いいかもしれませんね。昼寝をしない。晩ご飯、糖質、ケーキやパン、麺類、ご飯類がやや少ない。早く食べている晩ご飯をね。お風呂にちゃんと使っている、夏でも冬でもね。晩は早めに寝ている。10時がベストですけどね、仕事した後は無理なんでその日中、夜中ぐっすり寝ている。夜中に物を食べない。お酒はほどほどに。あたりでしょうか。ちょっと天狗になってたらごめんなさい。自分で言いながらちょっと、あれどっちだったかなって、
さっき言ったかなとかがあります。はい、ブログで、アメーバーブログ、あ、下の方に出しておきますので、アメーバーブログの方に、この手のことは書いてますので、一度ぜひ見てもらって、気をつけていただきたいですね。あと、まあ、うちのダイエットで特徴的なことを2、3 言わせてもらいますと、まあ、運動せんでもいいです。運動禁止。はい。それと何食べてもでもいいでしょう。うん。何飲んでもでもいいでしょう。妊婦でもいいでしょう。ぐらいでしょうかね。まあ、体重表をつけてくださいとかね。体重を毎日測ってくださいとか。定期的にお店に来てください。このあたりは、まあ、遠距離の方やったらね、お店に来てください、無理ですけども、グラフをつけてもらう、体重表をつけてもらうというのは、例えば北海道の方でもですね、宮崎の方でも、この間15キロ痩せていただきましたけども、大阪のみのり薬店ですけどもね、グラフはちゃんとつけていただいて、お腹周りを測るとかね、そのあたり、まあ、なんや、めんどくさいこともあんねんなと思われるかもしれませんけどもね、やはり、これぐらいはしてほしいなっていうのは本当のところです。やはりそのぐらいせんとね、最低ね、まあ、痩せない部分もあるかなと。いや俺体重も測らんでええねん、お腹周りも測らんでええねん、気楽にやらせてくれ、 OK ですよ、 OK です、 OK やけども、それで僕15キロ痩せた人はあまり知らない。 2,3 キロなら痩せたるけどね、やはり自分の目標に応じてね、頑張っていきませんか。こんな大下ですが、よろしくお願いします。またYouTube なりブログなり、まあツイッターですね、ちょっと今スマホ昨日機種変しまして、ちょっと今繋がってないんで、フェイスブックもやってますのでね、フェイスブック、インスタ、ブログ、 YouTube、 このあたり、まあ、また見ていただいてですね、どんなおっさんやねん、おもろいなと思っていただいたら、またご連絡ください。お待ちしてます。年内10キロありますよ。はい、以上です。ありがとうございました。